将軍。将軍は、比較的大きな軍隊の指揮官に与えられる官職、及び、将号の一つ、また、軍閥の指導者の地位でもある。将号としての将軍を将軍号とも言う。古くから東洋における軍隊の指揮官の役職名の一つであった。外交上、または軍隊以外の継承としては、閣下が用いられる。なお、古代中国では、 将軍は皇帝に任命された官職、将は王公や地方領主任命された官職と区別されている。将軍は中国において発祥した語であるが、その意味は文字通り軍を将いることであり、軍勢を指揮する司令官の官名として使用されたのが始まりである。その要令は古くは春秋時代にまで確認することができる。後に芝に代わって、 軍隊の指揮官の名称として用いられるようになる。官では将軍職は常設ではなく、臨時の官として任ぜられた。近代以降の軍隊では、陸軍、空軍、海兵隊の将官以上の階級としては、巡将、ブリガディアゼネラル、少将,将、メジャーゼネラル、中将、リュテナンゼネラル、大将、ゼネラルが存在する英語表記はアメリカ軍の場合。また、 召喚の上に、元帥、アメリカ陸軍の場合は、ゼネラル・オブ・ザ・アーミーが存在する。ただし呼びかけや表記の際の故障としては、順将から大将、元帥までひっくるめて、ゼネラルが用いられる。この召喚をひっくるめた故障としてのゼネラルの和訳語として将軍が用いられる。具体的には、XXXX なる名前の召喚を、 XXXX 将軍等と表記する。例えば、ダグラス・マッカーサーの階級は、陸軍元帥、ゼネラル・オブ・ザ・アーミーであり、日本語では、マッカーサー元帥と呼称されることが多いが、英語の呼称では、ゼネラル・マッカーサーであり、これをそのまま訳した場合は、マッカーサー将軍となる。アメリカのテレビ作品の放題として、パットン将軍、将軍愛くなる言葉が使われている。 ただしこれはアメリカ軍の場合であり、元帥に関してはヨーロッパ各国ではマーシャルの語を使っている国も多い。そういった国では大将から順将までをひっくるめた故障が将軍であり、元帥は将軍とは別個のものとして扱われる。海軍における将官の故障はアドミラルであり、これのは役語は提督であるが、日本では海軍の場合も順将、少将、 中将、大将と陸軍などと同じ階級を用いるため、海軍における将官の故障としても、将軍を用いる場合がある。例えば、上村彦之城、海軍の軍人、最終階級は、海軍大将のあだ名は、船乗り将軍である。日本では、日本初期の記述する時代から使われている。東、アジアシレベルでの将軍としては、和王部が中国から、 和国王、安藤大将軍に任せられたなどの記録がある。なお、将軍を和語で訓ずる場合は、戦の神である。日本の律令制では、軍防令24条に、将軍の規定がある。それによれば、将水が出生するとき兵一万人以上なら、将軍一人、副将軍二人を置く。また、三軍ごとに、大将軍一人を置く。 しかし実際の任命はこの兵数には基づかず、特に大将軍の下に複数の将軍を置くという形態は一度も取られなかった。将軍は原則として臨時任命であり、任命された事態は東の江戸に対する遠征、南西のハヤトや外国に対する遠征、天皇の行幸の護衛、とに来た外国施設やエゾ、ハヤトの芸説の四つである。 各将軍はそれぞれ異なる称号を冠し、単なる将軍だけの官名はなかった。例示すれば、対エゾ戦では、道の口ん島将軍、進む越後エゾ将軍、静敵将軍、聖刀将軍、聖将軍など、対早戸戦では内貴族将軍、進む早戸次節度、大将軍、外国には、進む白木大将軍など、行行と名説では、左将軍、右将軍、 御前騎兵将軍、後後騎兵将軍、騎兵大将軍などである。唯一常設されたのが、陳樹将軍、後に、陳樹府将軍で、江戸に対する防備についた。中世になると、鎌倉時代には、正位大将軍しか任命されなかったため、正位大将軍の略称として通用されるようになった。これは、幕府の支配が固まったことにより事実上、陳樹府将軍の役割が、 正意大将軍の職権として吸収されたことによるものとなり、鎌倉幕府の滅亡まで通用される。南北朝時代には、陳寿府将軍が復活する。南朝方の北畠近房は、我が子、北畠昭家が、むつ守る陳寿府将軍に任ぜられるにあたり、三位以上の将軍は陳寿大将軍とするように創生。これにより昭家は、 鎮珠大将軍として記録されている。室町時代から江戸時代にかけては、再び聖位大将軍しか任命されなかったため、近世には聖位大将軍イコール将軍という認識が再度生まれる。一般的には久保様、御所様、上様などという呼び方、時代によって異なるがなされるようになっていった。外交古称として、対外的に日本国王、 日本国大君を称した場合もある。隠居した前将軍を大御所という。しかし、1867年、慶応3年に、江戸幕府の15代将軍、徳川義信が大政奉還を行った。この後、明治政府が正位大将軍の地位と幕府制度を廃止した。このため、将軍の地位を得たのは、徳川将軍家が事実上最後となっている。 西欧語に借用されたは、特に日本の聖衣大将軍を指す。また、将軍、諸軍は、ジェームズ・クラベルの小説、小説を原作とした映画、テレビドラマである。関代における将軍は、軍の指揮官として必要な時に皇帝により置かれた。もので、最上級の大将軍は参考にも匹敵する、重職であった。その下に、表記将軍、守る将軍、 シャ将軍があり、その下に、上将軍、副派将軍など臨時に任命される雑貌将軍がある。後に戦乱などによって将軍号が増加し、南朝張の武帝が将軍号を整理した際には十二班で、合わせて百二十五号に分類整理されたという。当の時代には、官職としての将軍の他に、武参官の将号としての将軍も併存した。北総では、 武産間の称号としてのみ残され、それも、新宗の時代に配されて、大部、老と解消された。元の時代に武産間の称号として復活し、続く民の時代には、総兵官及びその機械である、軍式の官職名としても復活した。清の時代には、臨時の官職として大将軍が設置されたことがある。ものの、常設官においては、 総兵官としての将軍の称号は再び廃されて、副将以下の軍士機関及び中防八機兵の司令官の称号として、残り近代に至る。国際的には、軍事政権や一党独裁国家において、最高権力者が政権掌握当時の階級を意図的に名乗ったり、国民の間に留付したりしている例がある。あるいは政権獲得後に軍人としてのキャリアの有無に、 かかわらず召喚の階級を自らに与えるケースもある。例を挙げると、パナマのマヌエルのリエが、イラクのサダム・フセイン、北朝鮮の金日成、金正日不死なども、将軍と呼ばれていた。存命人物では、北朝鮮の金正軍がそう呼ばれている。このうち、フセインと金正日、金正軍不死は、職業軍人としての経歴を持たない。金日成は、 ソ連赤軍の朝鮮人理由部隊に従軍したが、ソ連赤軍での最終階級は大尉である。また、近日世の階級は朝鮮民主主義人民、共和国大元帥、金正日と金正恩は、共和国元帥、金正日は、死後に、元帥追贈であり、将官ではなく、軍事的指導者の意味で将軍と称されていた。金正日は、将軍様、チャン軍任務、とも呼ばれるが、 朝鮮半島、北朝鮮、韓国では、上司や上位者に対しては、肩書きのもとに、様、任務、をつける習慣があり、朝鮮語では社長様、左者任務、部長様、部者任務、先生様、孫先任務などの言葉は、一般的に使用されている。それ古今小日もまた、その延長線上で、将軍様と呼ばれているだけであり、日本語でそのまま将軍様とするのは、 適役ではないという意見もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。